どうもお疲れ様です。FX の時間でございます。まずはね、5月4日から5日にかけての材料を見てみましょうか。もうね、常にね、ここは私が言わなくても見てくださいね。こういった材料はね。材料を避けながらテクニカルは機能しますから。で、えー、5月4日、もうちょっと過ぎたんですけども、21時半はお話ししたように材料がガガガッと来てますね。まあ、これによって大きく値が変わるというよりも、ECB の発表の方ですか。 ECB の発表の方はちょっと気になるところですけども私たちのドル円には直接大きな、ね、関わりはないですですので気にしなくていいかなっていうのが5月4日の、まあ、後半ですかね、まあ、ポジションを持つことはやっぱりお勧めしませんよそれから前回の動画でお話ししましたけどもこのねグーッと上がったファンダメンタルで上がったやつって、まあ、半年戻し前年戻しがあってでえ動画でお話ししたように、ね、ある一定のところで大体止まるようになってます まあそれをまあ認識する確認するぐらいはした方がいいと思いますけどもねというのがテクニカルが座っていくと後々ファンダメンタルで稼ぐ方法もやっていきますからその時のために軽く軽く見ておいてくださいただしファンダメンタルに飛びついて利益を求めないようにしてくださいねもうせっかくテクニカル勉強してるところなのに儲けが優先になっちゃうと結局今までやってきたこと台無しになっちゃいますからねファンダメンタルの魅力はもうちょっともうちょっと後で噛み締めていきましょう5月5日ですけどもまあ 日本は球場でそうですね直接ドル円に関わることってのはやっぱりね夜ですね21時半ぐらいからこうて出てきてますえ米国の方で三つ星が並んでるでしょだから少なくともポジションを21時半とかに持たないようにしてくださいねまあ以上な感じですか。まあそもそもあのこの放送を見てらっしゃる方聞いてらっしゃる方に対しては私はもともとねゴールデンウィークはもう材料がいっぱい来るからもう休んでくださいと ね、リアルタイムトレードですよで FX の基礎をしっかり勉強するそういう風な日程に当ててほしいなということで5月5日を迎えましたけどもだいぶできましたゴールデンウィークもう半分過ぎましたからね、うん、だからここまでで基礎の、うん、一からのまとめをねやってないともなると後半でもっとやらないですよ、うん、だからそう思ったらあドキッとしたらね今この瞬間からやりましょうリアルタイムトレードは気にする必要ないですから ここまで言っっててるんんだだからちゃんとやってくださいね、えー、あと5月6日7日も完全にほらないでしょで5月8日から始動し始めますからそしてここにありますよね8時50分出ましたよこれここで大きく動きますからねさあ私はここに対して仕込みますけどもまあそういうネタを仕込んだかは言いませんよ、うん、だから目先の得じゃないんですよここは避けるんですよ8時50分は大きく動きますからねこんなところで テクニカルができてないうちに勝っても意味がないですから。ただお金が増えただけになっちゃいますよ。しかもここ一発で増えてもしょうがないでしょ。普段の何気ない相場でコツコツ勝つのが大事ですからね。こんなイベントでちょっと勝った、ああ負けたって,っても全く意味がないですから。超反爆地ですからそういうのは。はい。じゃあ5月9日も多少材料があるみたいですけども、8日9日はここですね。10日ですね。5月10日が 21時,時半、またすごいですね。CPI、動きますよ、これは。すごいですね。ということで、5月の、ね、7から始まる19週目もかなりね、目白押しですね。ドキドキするのか、ワクワクするのか、様々でございます。それでは、一旦、以上です。はい。まあ、おまけでね、ECB の方もちょっと後追いしときましょうか。0.25%の利上げで、利上げを止めないということで、まあ、強調されてますね。 えポイントは、利上げ幅は前回、えー、3月までの0.5%から縮小したと。インフレの見通しは長く高すぎる状態。まあ、インフレはヨーロッパは続くでしょうね。例のウクライナ、ロシアの関係で。 で、米国では金融不安が再燃してきて、効果の検証も焦点になってきているということで、まあ多少アメリカとの関わりがあるのが EU なんですけども、まあ、ドル円市場にはね、ヨーロッパの動き、あんまり影響がないのが確認できたと思います。それが確認できればもう OK です。それでは、以上です。お疲れ様です。<laughs>